第3回学級会これから第3回学級会を始めます。司会の例です。よろしくお願いします。副司会のマナーです。よろしくお願いします。愛さんの病気が治って、来週から学校に来られることになりました。それで、 今日の議題は、アさんのお祝い会をしようです。お祝い会でどんなことをしたらいいか意見を言ってください。第3<三>はい。鬼ごっこが面白いので、鬼ごっこがやりたいです。翔さん、はい。僕も鬼ごっこがいいです。みんなで走り回るのが楽しいからです。 きさん。はい。私は鬼ごっこに反対です。愛さんは病気が治ったばかりで、まだ走ったりするのは無理だと思うからです。ケンさん。はい。僕はなぞなぞがいいです。教室で座ってできるからです。エミさん。 はい、なぞなぞも楽しいけど、早口言葉の競争も楽しいと思います。それなら、2つともすればいいと思います。ダイさんとしょうさん、どうですか僕は2つともしたいです。僕もダイさんと同じです。 しゅんさんはどうですか？えーっと。えー、っと！僕も！なぞなぞと早口言葉がいいです。皆さんの意見をまとめると。なぞなぞと早口言葉に賛成の人が多いので。この2つに決めていいですか？ では、あいさんのお祝い会では、なぞなぞと早口言葉をすることに決まりました。最後に先生のお話です。あいさんのことを考えて遊びを決めることができて、とても良かったと思います。楽しい会になるようお祝い会の準備をしてくださいね。 それでは先生になぞなぞとは口言葉との見本を聞かせてもらいますなぞなぞ天気が良いとしょんぼり留守番雨が降ると元気にお出かけなあに 答えは傘です。早口言葉。生麦生米生卵。生麦生米生卵。朝の会。おはようございます。 昨日は病気が治った愛さんが学校に来てくれて嬉しかったですね。愛さんが皆さんへお礼の手紙を書いてきたそうです。では、愛さん、前に来て読んでください。はい。 年一組のみんなへ急に入院することになって悲しくて学校に行けなくて寂しかったときにみんなからお見舞いの寄せ書きと手袋をろかわりの朗読をもらってとてもうれしかったです。寄せ書きはベッドの横に飾って。 何度も読みました朗読も何度も聞きましたそれから昨日はお祝い会をしてくれてありがとう久しぶりに学校に行くからドキドキしてたけどお祝い会をしてくれて楽しくて嬉しくて学校に行けるようになって 本当に良かったと思いました。私は、琴ノ波小学校の三年一組が大好きです。愛より。愛さん、ありがとう。みんな、愛さんが戻ってくるの。 楽しみに待っていましたよ。またみんなで仲良く過ごしましょうそれでは今日は先生がありがとうという詩を読みます「ありがとう」「ありがとう」って言ったら嬉しくなった。 ありがとうって言われたら元気が出た。ありがとうって言ったら胸の奥がチクッとした。ありがとうって言われたら心が温かくなった。ありがとうって言ったら素直になれた。 ありがとうって言われたら涙がこぼれた。